はい、どうもこっちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないです。はい、違います。今日は、4月24じゃない、26 6ね。はい、6です。はい、あ、ちょっと切れとる切れとる。はい、時間がですね、9時38分ぐらいです。8分ぐらいです。はい、そうです。今日は、はい、ムクノキに行ってきました。はい、ムクノキに行ってきました。ムクノキチャンネルやりました。今日はムクノキチャンネルやりました。やりました。その玉ねぎのやつ出た、取った、取りました、取りました。そうです、今日はね、の玉ねぎ掘り、玉ねぎ掘りをしてきました。してきました。で、こちらですね、今日もその玉ねぎをお裾分けでいただいてきました。高松こっちゃんって書いてあります。それではまずは玉ねぎを、ズズン、新玉です。美味しそうですね。新玉、ニュー玉、3つあります。1位、こっちゃんのと丸い、なおくんのと、うん、とこれでっか、でっか、これ3つ取ってきてくれました。見て、なおくんのとちゃーちゃんの、新鮮やで、もぎたて、抜きたて、これをどういう料理になるんでしょうか、楽しみです。はい、きっとめちゃくちゃ美味しいと思います。はい、新鮮ですからね、新玉やし、甘くて美味しいやろな、楽しみにしておきましょう。はい、そしてそれと今日はムクノキさんでですね、はい、これをやって玉ねぎをね、玉ねぎ掘りさせてもらったのと、これな、うん、さっき見たら10ヶ月前の動画になってたで、去年の、え、去年の玉ねぎ掘り、あ、去年のやつ、去年も言ったんな、去年のあげた玉ねぎ掘りの動画が、うん、10ヶ月前の、10ヶ月前やったん、玉ねぎになってましたな。そうなの、なってましたな、なってましたか、こうでっか、砂が、はい、はい、玉ねぎは以上です。以上です。そして、この上村さん、あ、ホークチャンネルさんが、うん、この夏に公開するアバターロー戦隊ドンブラザーズザムービーと劇場版仮面ライダーリバイスのこのパンフレットチラシをもらってきてくれまして、裏が塗り絵になってます。これをくれました。はい、まだ塗り絵して遊びたいと思います。リバイスなんと、うん、リバイスの一番初めの映画と、うん、ビヨンドジェネレーションズやって、うん、三つ目です、この映画。何が？三つ目の映画が、あ、リバイスが出る映画のっていう意味？リバイスが出る映画の、全部見てるな、次も見に行くな、全部見てるな、うん、はい、ね、それともう一個もらったやつね、こちらももらいました。なかなか売ってへん、スーパー戦隊チョコ、まだ出てへんな、これな、うん、もう多分売ってるはずやんけど、あそこのいつも行く漫才ではまだ前回じゃ、前回じゃ売れ残ってるんでね、はい、これまだ入ってこないんですね。もらいました。これは、当たりが出たら、この前回じゃ、なんか当たりが出たら、アバタローギアスペシャルボックス、売れてへんの、ん、売れてへんから、前回、いや、そんなことないと思うんだけど、多分漫才のやつが、漫才の仕入れの人がおそらくちょっと数を見誤ったんちゃう、仕入れすぎてもうたんちゃう、うん、それが売れきれへんことにはやっぱり新しいの入ってこへんから、まあ、そろそろ入るんちゃう、入ってんじゃん、実はもしかして見てへんだけで入ってんのかな、かもしれない、最近は足が痛いからね、買い物一緒について出ないので、うん、もしかしたら入ってるかもしれません、今度探してみてください、あったら買いましょう。はい、続きまして、こちらこれは買ったん、これはチャーちゃんが買ってきてくれました、はい、これは犬ブラザー、はい、アバタローギアゼロス、犬ブラザーアバタローギア SG ですけどね、これ開けるんじゃ、はい、今日はこれを開封したいと思います。ジャギーン、犬ブラザーとかちゃんとデラックスみたいに連動すんのかな、うん、それはそれやろ。
ラムネついてて、ラムネ食べる？ラムネ食べるな。じゃあラムネは俺がもらおう。はい、こんな感じです。お、ちゃんとこの犬かわいいよな。嬉しいな。ヌブラザー、口が開く。はい、じゃあちょっと早速セットしてみて。はい、アバター天使。何してんの？ワンダフル。犬ブラザー。ワンダフル。最後まで言った。あ、そうだ、よかった。よろしくよろしく。ちょっと先。レジェンドのやつはあかんの？あれ、もう一回行きます。行きます。ワンダフル、ワンダフル、ワンダフル、ワンダフル。犬ブラザー、ワンダフラ。一緒やん。はい、犬ブラザーよ。これ他のやつもあるの？鬼シスターとかキジブラザーとかもあるの？横に書いてある。あ、書いてある？え？あ、ほんまや。ラインナップはこちら。犬ブラザーアバタロギア、アバタロギア、キジブラザーアバタロギア、ゼンカイジャーアバタロギア、ジャッカー電撃隊アバタロギア、デンジマンアバタロギア、ダイナマンアバタロギア、バイオマンアバタロギア、キンガマンアバタロギア、アバレンジャーアバタロギア、マジレンジャーアバタロギア、ゴーカイジャーアバタロギア、パトレンジャーアバタロギア。種類がありますよね。持ってるのもあるもんな。パトレンとか全開とか持ってるもんな。持ってへん。持ってる。え、パトレン持ってんのか。持ってる。パトレン持ってるな。持ってるのもあるな。まあでもね、また買いましょう。うん、安いからやな、100円とかで買えるかな。助かるな。200円。だからセットで買う方が安い。ああ、そうなんや。セットで買う方がいいからな。アバタル、最近アバタルギア絶対。03も出たな。うん、ですな。そこに使わせて5個入って1000円せえへんね。そうやな、これ200円。ここ買ったら1000円。うまいな、うん、だからセットの方がちょっとだけ安いのか。これでしかないのを買うのはいいけど。そうやな、セットで出るやつは。こうやってラムネもついてるしな。ラムネもついてるし、お得や。これお得や、ラムネ付き。はい、じゃあこちゃん、今日はこんな感じですね。はい、CM のパーティータイムだ。一緒ですね。一緒やね。めでたしめでたし言うてんな。はい、以上です。はい、はい、じゃあこちゃん、今日は無垢の木で取ってきた玉ねぎといただいたスーパー仙台チョコ、そしてこの塗り塗りチラシからのアバタロギア SG を紹介しました。じゃのじゃのー。